はい、シャケちゃんです。今回は以前配信した第2の使徒ブレッシーと第3の使徒ドリーの友人から見た動画について話したいと思います。まずは配信した本編のあらすじです。第2の使徒ブレッシーはウォーキングストリートでウェイトレスをしていて、そこで知り合い、仲が良くなり、彼女は双子の女の子がいる未亡人で、結婚については事情があり少しためらいがあったが、それでも結婚の話が進んだところまでは OK でした。しかしそこから話は急展開に進みます。ブレッシーの家で撮った写真には後で気がついたんですが、韓国のラーメンや化粧品が写っていて、そのことを言われるまで全く気づきませんでした。戦う土台にも乗っていなかったようで、競争相手には勝てなかったという流れです。そして第3の使徒ドリーですが、先日配信したばかりですが、第2の使徒ブレッシーと少し重なっていて、同時期の話になります。知り合ったのはブレッシーの前なんですが、そのブレッシーが現れて一時ドリーとは空白になるんですが、ブレッシーと連絡が取れなくなり、ドリーへメッセージを再び出し、返信があったのをきっかけに結婚の話まですぐに発展するんですが、具体的な話が進んでいき、最初の関門のセノマー、日本語で無結婚証明書ですね、ここから雲行きが怪しくなり、格好つけても格好がついていないし、最後にはウォーキングストリートの目の前にあるジョリビーで捨てられるとは思いませんでした。ドツボにはまってしまう話です。実際にその場にいた人目線ではどう見えているのか、そんな動画を見てもらえたら面白いんじゃないかと思います。この動画は友人が配信している Go to フィリピンチャンネルで配信しています。リンクをこの動画の詳細欄に貼ってありますので、よかったら見てくださいね。感想なんか投稿してもらえたら嬉しいです。Go to フィリピンチャンネルのチャンネル登録もお願いしますね。これから動画の一部をご覧ください。翌朝、家内がシーちゃん恋されたよ、と言ってきました。え？と聞くと、ドリーからテキストある。バリ箱のジョリビーに恋しただって、どうする？これはほんの一部ですが、本編もぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。現在はコロナでフィリピンへ行けず、恋愛など全く何もありませんが、フィリピンへ渡航できるようになったら、新しい恋愛関係の動画を配信したいと思っています。その時は、今までの教訓を生かしてチャレンジです。これからもいろいろ配信していきたいと思います。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、シャケちゃんでした。